はい、こんにちは。こんにちは。私の YouTube でいつも演奏動画しか上げてなくて、はい、それでやっと YouTube の YouTube にしてみようかなと思ってちょっと喋る動画をやってみようかなと思い、うん、はい、やってみようと思います、はい、で一人でね、なんかどうもって感じで喋れるタイプではないので、うん、ちょっと二人でやってみたいなと思い、うん、内田光平さんに、はい、グルテンの、はい、いつもこれこれです、ね、グルテンミュージックというのをやってるんですが、のギターのポンポン人と、お話を、こうなんだろう、インタビュー形式というか、うん、やってみようと思うんですけど、はい、1回目の今回は大学、うん、私たちは同じ音大に行ってましたが、音大どうでした、うん、音大に行ってよかったですか、どうですか。まあ7、8割はいいことしかなかったかな、うん、なんかやっぱり高校とか中学って、うん、なんか楽器がさ、上手な人が見つけづらいというか、そう、なんかこう自分と、うん、ね、自分のレベルと、確かに一生懸命やってる自分と、そう一生懸命やってる自分と熱量とか、うん、まあそういうのが違う人が多いっていうか、まあその結局学生だけで、その高校生まででおしまいにするとか、うん、軽音楽部だったら、ね、そうそう、軽音楽部、まあ軽音楽部のみんなとかは結構熱量は一生懸命やってたけど、うん、同じ音大行った人もいたりして、うん、そうね、まあ結局なんか音大行くとやっぱり志というか、まあそれで目指してるものが一緒の人がまあほとんどだから、うんうん、まあいい刺激になったというかね。なるほど、なるほど。そう。やっぱ今までそんなに練習時間取らなかったのが、そこから取ったりするようになったりとか。大学の時は、なんか今のイメージだと、もうすごい上手いから、そんなに、こう何、個人で一人でこうガーって練習してるっていうイメージはあんまないんですけど、うん、大学の時は、めちゃくちゃ一人でやってました。めっちゃ練習してましたね。うん、なんかもう空き時間とかずっと練習してましたし。してない人もね、もちろんいたけど、うん、やっぱしてる人はめっちゃしてましたね。まあしてなきゃ怒られるしね。うん、バレるからね。大学だしね、うん。そうそう。普通に。でも、そうか。評価に関わるからね。うまい、下手っていうのは。例えば耳コピとか、そういうの、うん、もう大学の時はめちゃくちゃやってました。なんか耳コピはどっちかっていうと高校生とか中学生とかの方が、その楽譜が売ってないとか、今よりその YouTube が発達してないんで、だからもう何回も聞いてやるとか、あとはなんか売ってる楽譜とかもそんなになんかこう正確な楽譜っていうのはなくて、結局誰かが耳コピした楽譜をこう書いてるってやつが、まあ、間違ってたりとか、うんうん、そういうのもあるから、結局は耳コピしなきゃいけないみたいな、うんうん、だ耳コピして弾くっていうのがまあ当たり前っていう時代があったから、そうだからどっちかっていうと中学高校の時の方が耳コピしてる、うん、ソロとかも、うん、大学ぐらいになった時はだいぶ YouTube とかも出てきて、確かに、そう、あとはまあその課題だから楽譜はもらえるしね、あ、なんか耳コピしてきてっていうのはなかったけど、うんうん、そう、ジャズ科だと、ジャズ科っていうか、まあ私のレッスンだったら、うん、結構ソロを耳コピしてきてっていう、うん、ジャズだからね、やっぱアドリブがメインっていうか、うん、結構重要だから、うん、っていうことでアドリブのコピーの宿題が出てる人は多かったですけど、うん、そうね、なんか僕はポピュラーコース、ポピュラー音楽コースみたいなところに行ってましたけど、うん、僕のところの授業とかだと、うん、まあ個人レッスンと、あとグループレッスンと、あとアンサンブル、
いろんな楽器とこう合わせる時間とか取ってるんですけど、まあそういう時のなんか選曲とかも、なんか洋楽とかが多くて楽しかったかなっていうのは。ああ、まあ邦楽はあんまやれなかったから結局、うん、中高の時も邦楽あんまりそんなに聞かなかったから、うん、まあそっちの方が楽しいなと思ったんですけど。今、卒業してからは大学のメンバーと演奏することも多いですか？どう、例えばなんかこう10人いたら、まあ、10人続けられる世界じゃないというか、うん、結局まあ諦めちゃう人もいれば別の方がいいってなんか違う仕事をやっちゃう人もいるから、まあ、同期ってなると数がこう限られてくるんですけど、うん、まあ上の人たちとか下の人たちで、なんかいろんな世代にまだ続けてる人がこう、うん、何分の1とかはまあいて、その人たちとこう関わりは結構残ってたりとか、うん、まあ今やってる仕事とかも全部まあ大学の、うん、あの先生とか生徒な後輩とか先輩とかの紹介がまあ多いので、うん、まあ入ってよかったなと思いますけどね。行ってなかったらどうだったと思いますか？なんか最初はね、あの、うん、弟子入りを考えてて。あ、大学行かないで。大学行かないで弟子入りを考えてて。まあ、そしたらまあ友達が大学があるよっていうことで教えてくれて。そう、まあそういうの、まあ、あの、ギター、エレキギターとか、そういうのが習える大学があるから、そういうところ行くんだけど、みたいな話で言ってきて、まあ知ったんですけど、うん、まあだから大学行ってなかったら、まあ、誰かに弟子入りして、まあその人の、あのとこで働く、うん、って感じになってたと思うんですけど、うん、行ってなかったらって考えたことあります？いかん、うん、でもなんかあの時代に弟子入りっていうのはもしかしたらそんな現実的じゃなかったかもしれないね、うんうん、なんかこうそれこそ1990年代とかの弟子入りとかっていうのはもう本当にもう、朝から晩まで、うん、あとまあ、運転から荷物の、その運搬、うん、そういうのも全部やって、セッティングも全部やって、で、こう、やるみたいな。うん、でもなんか、その時って、まあ時代が時代だったから、すごい大量の機材があって、うん、まあ、そういうのを一人で持っていけないからって言って、こう、その弟子とか雇ったり、まあ、ローディーさんで機材運ぶ人のとかをね、雇ったりしてやってたんだけど、最近はもうすごいコンパクトになって、一人で運べちゃうから、わざわざこう、雇わない人が多くなってきたっていうのと、あとこう、例えば、ライブをしますってなった時に、その自分より年上の人たちが弟子を連れてやってないのに、若い人が弟子を連れてたりとかすると、うん、やっぱりちょっとなんか、うん、変な感じ、変な感じになる。で、なんかまあ弟子入りしようとしてもそんなになんか上の人に弟子入りとかしようとは思ってなかったから、そうか、うん、そうするとね、多分その人にも迷惑かかっちゃうだろうし、うん、だそれだったらまだ生徒として行った方が、まあ大学に習いたい先生もいたし、うんうん、ちょうどよかったんだけど、まあ、結論からすると良かったかな。なるほど、うん、はい、ありがとうございます、はい、っていうのが、はい、ギターの内田くんの意見でした、はい、ありがとうございます。4、3枚